コロンビアマンモスは、哺乳工長微木造化マンモス属の一種である。マンモス属としては最大かつ最後に現れた種である。復元図人間と五種のマンモスの大きさ比較。コロンビアマンモスは青色。コロンビアマンモスは、およそ150万年前に、アジアから北米に入ったステップマンモスから進化した。カリフォルニアのチャンネル諸島のピグミーマンモスは、 コロンビアマンモスが当初化した種と考えられる。コロンビアマンモスは、現在のアメリカ合衆国からメキシコにかけて生息し、カナダなどより、北方の地域には、ケナガマンモスが生息していた、両者の生息範囲は重複している。可能性があり、遺伝的な証拠はそれらが荒廃したことを示唆している。ラブレアタールピットなど、天然の落とし穴から、多数の化石が発掘されている。 南大部の標本は知られていない。発掘中のコロンビアマンモスの骨たち種が絶滅するまでの数千年間、コロンビアマンモスはパレオインディアンの狩猟の対象とされ、クロービス文化の遺跡からはマンモスの骨やそれを加工した道具、装飾品が発見されている。コロンビアマンモスは更新世の終わりに姿を消した。原因は気候変動や人間による狩猟。 またはその両方の組み合わせによる生息地の喪失の結果と見られている。ありがとうございます。